おはる、はるはるです。今日は花火大会ということで、家族と花火大会へ行くんですけれども、ママリンがたくさんご飯を作ってくれております。ありがとう。自分の元になりますから。あ今日はチートデー、チートデーですね。本当に今日ね暑くて、めっちゃねもうお昼ぐらいから汗だくになりながらママリンがたくさんご飯を作ってくれておりまして、で、まあ、娘はと言いますとですね、飲み物担当です。ドリンクだけは大量に用意させていただきました。で、後ほど会場でねあのシートとか引いて落ち着いたらご飯は紹介したいと思います。毎日お疲れちゃんです。お腹すいた。あ、でしょ。私もそう思ったの。私少しかけご。あ、これ焼きそばちょっと食べて。あ、味見があるそうなので、ちょっと焼きそば行く前に食べたいと思います。じゃあお味見いただきます。塩焼きそば、ひき肉入りですよ。やばい、ひき肉入り。美味しいっしょ。うん、やばい、めっちゃお腹すいた。超美味しい、うん、超美味しいよ、ね、朝昼何も食べてないのだからいいのよ。うん、美味しい。でももうね、あのうまっ。私とママリンはですね、もうずっと昔から花火が大好きなの。もうイルミネーションとかもそうなんだけど、とにかくなんか激しいもの、キラキラしたもの、激しいものって言い方変だけど、お祭り。そう、お祭りが大好きなんですよ。で、ママリンほら青森出身だからねぶた祭りとか結構有名じゃないですか。だからやっぱ小さい頃からそういう文化がね、あって、そういうイベントごとが大好き親子なんですよ。なので、毎年花火大会は絶対行くの、一緒に。ね、うん、だって本当に一緒に行ってるよね、ずっと。そう、浴衣着てた時も私ね。ああ、そうね、大雨の時もあったね。めいっ子とね浴衣みんなで着てね、雨降ってね。そうなのよ。でもとにかく私たちは、まあ、花火大会が超大好き親子なんで、まあ、今日またね一緒に行くんですけれども、ごちそういっぱい持ってね。ごちそうをいっぱいに持って、お酒もたくさん持ちまして、楽しんでいきたいと思います。ではもうちょっと準備して、荷物もちゃんと整理して、洋服とかもね、ちょっと整えまして、会場に行って、また着いたら動画回したいと思います。本日はそんな動画でございます。よろしくお願いします。それでは、レッツゴー!あそこはママリンの特等席で椅子を用意しておりまして、こんな感じでね、ちゃんとレジャーシートも大きいの持って、私もここにふかふかに快適に座らせていただいて、花火を楽しんでいきたいと思います。では乾杯したいと思います。ごめん。はい、こちらでございます。まずはおにぎり、高菜と梅で、海苔も持ってきております。そしてこちらが手作りウインナーでございます。自家製のなんか手作りソーセージ屋さんからちゃんと買ってきているウインナーで、ミニトマトサラダと、こっちがチキンでございます。唐揚げ、チキン手羽元唐揚げみたいなやつと、あとはナスとピーマンの、これシソ、なんていうの、お酢の甘いやつだよね、甘酢系のこれさっぱり冷やして食べるとね、めちゃくちゃ美味しいやつ、昔から私大好きです。で、あとは焼きそば、ソース味と塩焼きそばめっちゃ食べるめちゃくちゃ食べます。あとね、卵焼きも作ってくれております。これをいただきながら花火を見たいと思います。いただき、いただき、うん、後ろからちょっと雲がねたくさんあって
で、もしかしたら雨が降ってくるかもしれない。おにぎり完成これで完成、いただき、おにぎりさん、おにぎりさん真似した、ふわふわだもん、うん、おー、危ない危ない、今光った、光りましたよ、もしかしたら、でもどうしよっか、もしさ雨降ってきた場合さ、自分を守るかさ、ご飯を守るか、どっちどっち優先する、雨降った途端に蓋して食材も守りつつ、やっぱ自分のことも守る系、よし、雷、よし、周りもハラハラしてるよ、結構みんなどよめきが、一時花火はさ、もうやってしまえばあんた、あの振れば一時中断してまたやるけど、その後は私たちも見れるってことだよね、もう汗だくだし、水か汗か、まあ水なのか汗なのかもうさ分からないから、もういっか、うん、やばい、お肉めっちゃ美味しいんだけど、味めっちゃ美味しい、お肉もうあまりに普通のあれにニンニクの塊をいっぱい、明日やば、美味しい、花火始まるまで持つのか、どうなんだ、わからないよ、花火持ちながらやばいよ、やばいんじゃないの、はい、もう本当に緊急の緊急です、なんとですね、開始20分前で中止のアナウンスが流れました、まだね雨は現時点では降ってないんですけど、雷もね結構光ったりしてて、もうでもやっぱアナウンスがね流れてから、やっぱ周りの人もたくさんもいたので、結構ねもうざわざわとざわざわと、もう今はみんな一斉に帰る準備を進めて、なんか帰り出してると言った、そんな寂しい状況でございます、残念、めちゃくちゃ悲しいねえ、ママもせっかくねいっぱい朝からなんかご飯もたくさん作ってくれたんですけど、ありがとう、まあ、でもこんなのもまた数年後にさ思い出になるんでしょうかね、はい、一旦佐々木家も避難したいと思います、残念、まさかのまさかの中止、あ、なんかさ私も残念だなって思うんですけど、まあ仕方ないけどね、天候なので、だけど帰っていく人たちの顔とか会話がもう切なくて切なくて、もうそのいろんな人の気持ちをなんか吸収してしまって、あ、しょんぼり気味でございます、あ、仕方ない、もう暑いしムシムシしてるし雨だし濡れるし、もうすんごいけど、ちょっと気をつけて帰りたいと思います、はい、お家に帰ってまいりましたじゃあもうこれを全部食べて、はあ混んでたね、うん、たくさんの人が集まってた、一緒に帰るんだもんね、雨降ってるから、でもなんか花火師さんたちの思いはどうなるんだろうね、なんかあの花火どうするんだろうと思って、なんか前はさ、うん、花火やっぱさ最後フィナーレ終わった後にさ会場の人たちが拍手するじゃん、うん、ありがとう拍手をするからさ、ね、あれが超感動的で、なんか報われる瞬間というかさ、
なんだけど、なんかあの花火たちどうなるんだろう。なんかこの花火たちをまたどこかでやってほしいな。早くから場所取りとかしてた人たちとか、パパママがなんかクーラーボックスとかですごい大荷物で、あーもうあの会場行ってるあの姿もう切なすぎて。え、地震だよ。ええ、みんなが揺れてんじゃん。何今日、私が揺れてんの？脳みそ。あなた揺れてんじゃない、私わからない。だって中心にもなるし、なんか地震、あ、地震だ、ほら、お、やっぱそうだよね。関東震度3、たくさん帰ってくるのが疲れちゃって、うん、頭が揺れてんのかなって思っちゃったけど、うん、何かあるときは重なるもんだね。うん、喜ぶもん。なんか焼きそば一番美味しい。このクーラーが効いて、扇風機かけて、で、ゆっくりご飯食べて、ご飯食べるのが大変や。ちょっとピクニックしちゃった。ピクニックだよ。あの時大変だったよねって。そうよく行ったよね。なんか今度また行った時にすごいっちゃ綺麗だって、その感動したとするじゃん。素晴らしいものを見た時にさ、あー、あの時そういえばさ雨だったよね、帰ったんだよ中心になってさみたいなこと話すのもさ、また思い出になるのでいいですよ。目があったら登録。はい、お風呂に入りまして、そろそろお休みしようかなと思います。今日はね、残念だったんですけれども、こればっかりは天候はね、どうしてももうしょうがないことなので、また来年の楽しみにしようかなと思います。でも7月8月と、まだまだ夏っぽいことはしたいなって思うので、本当はね花火も見たいし、まあタイミングが合えば、どっか行きたいな、どうだろう。夏らしいことはまだまだしたいなって思うので、そしたらねまた YouTube 撮っていこうかなと思いますんで、よろしくお願いします。皆さんは夏らしいことするんですか？花火行った人いるかな？それかこれから行くよみたいな方もいるのかな？お祭りとか花火大会もそうだし、海とかね、プールとか、夏、まあ熱中症に気をつけながら、塩分、水分、糖分しっかりとって、この夏楽しい時間を過ごしてください。それではまたね、おやすみちゃん。最後まで見てくれてありがとうございました。グッドボタン、コメント、チャンネル登録お待ちしております。インスタ、 X、 TikTok も覗いてみてね。それではまたねー。